はい、どうも、アニマルパテモソでございます。というわけで、出てました。昨日あんなに隠れちゃってたオルナテピンニス、無理やり出してね、追い出したオルナテピンニスですけど、今日見つかしてみたら普通に出てんやけどあれ、もう外で生活する気になったんかな。なんかそれもちょっと動きが好戦的なんですけど、こっちに向かってめっちゃこっちメンチ切られてるんですけどいやー、よかった、出てたでこいつ。ほんと、もう まあ隠れましたね。でですね、隠れたなと思ってまたここ戻ったかな、また違うの入ってましたこいつ、あのラプエ2匹目です。あのホワイト水槽にいたもう1匹もこっちに移したら、早々にこいつがここに入った、こいつがここに入ったからオルナディピンニスが出たんかな。どうなんでしょう、入ってる違う住人が入っちゃってる。今度もうちょっとこいつも追い出さないといけないですね。というわけで、オルナディピンニスめっちゃ見てますけど、こっち出てくれました。はい、まあこれからは外でね、のびのびと、あの協調性を持って生活していただければありがたいかななんてね思います。というわけで、もうオスカ邪魔、ほんとオスカ邪魔な、オスカ邪魔。はい、言っちゃった。オルナディピンニスさん、うまく溶け込むことができるのでしょうか。というわけで、急遽ちょっとオルナディピンニスがもう外で生活してたんで撮りました。このまま屋外生活してくれたらありがたいと思います。というわけで、アニマルパテモソでございました。アニモー。